第2問目。1553年、村木村に砦を築く。砦っていうのは、まあ、お城、昔のお城みたいなもんだよね、うん、これを築く、どんなものを築いたんでしょうか。こんなことに気づく。尾張盛岡駅の北にある八剣神社。この辺りは砦という地名なんじゃが、その由来は戦国時代にまで遡るんじゃ。戦国時代、静岡県東部を治めていた今川義元は、愛知県西部に攻め入る拠点、戦いの基地として現在の八剣神社あたりに村木砦を作ったんじゃ。砦の地名はここから付けられたと言われておる。この今川勢に立ち向かったのが織田信長じゃ。信長は東浦の水野家の手助けをするため、当時最新鋭の武器であった鉄砲を使い、見事今川勢を退けたんじゃよ。ここで問題。村木砦から500メートルほど離れた場所に幾伊場という地名がある。この地名はご飯を食べる場所という意味である。丸か×か。ご飯を食べる場所という意味である、丸か×かです。それでは立ってください。まだ小学校1年生とか低学年では習わない感じだと思いますが、それでは分かれてください。どうぞ。ほら、高学年のみんなも迷うんだもん。あげてください。幾伊場はご飯を食べるところなんでしょうか。正解は丸。戦いを終えた織田信長たちが勝利を祝ってこの場所でご飯を食べたことから、幾伊場という名前が付けられたんじゃよ。正解は丸が正解。